来るよ来るよ来るよ、劇ブルーが来た。なんでこんなことすんの。劇中ジャガー剣、最初のセリフ不審者なんだ。劇レンジャー。はい、こんにちは、ソーチャンネルです。ソータロです。マンペイです。はい、というわけで、新しい衣装をゲットしました。なんか二人ともジャージだね。ちょっとね、マンペイ君がいつも文句言うんでだって今までソーちゃんのやつだっけさ、なんかクオリティ全然違ったんだ。というわけで僕もマンペイ君のクオリティに合わせました。はい、いいんじゃない？これ。なんかこっちの方がいいよね。うん、なんかいい色してるね。華やかよね。ね。本当。これなんかいいじゃん、新人 YouTuber 的な感じでなんか新人ですから。これからあれでしょ、チャンネル登録者数増えてたら衣装が豪華になってくるんでしょ。もちろんもちろん。頑張りましょう。よし。はい。というわけで。はい。今日から新企画です。はい、はい、と言いますのも、最近東映特撮 YouTube さんで、はい、劇レンジャー、うん、配信が始まったということで。知ってます。はい、見てます。全部見ました。なるほど、さすがです。はい、まあ、それで、まあ、今 YouTube で皆さんどなたでも劇レンジャー見れるっていうことで、うん、せっかくなんでこの僕らもこのパソコンで再生して見てくださってる皆さんも同じタイミングで再生ボタンを押していただいたら同時に見てる感じでこう楽しめるんじゃないかと。なるほどね。で、見ながら僕は一応出てないんで、はい、万平君に当時のこのシーンのこととかを見ながらちょっと言ってもらって、はい、思い出だったり、ね、その時の思ってたことだったり、そういうことです。そういうのを話すと。そういうことです。いや、第1話でしょ。第1話。うわー、一話はもうあれよ、もう緊張よ。もうだってマンペイはあれでしょ、この劇レンジャーの第1話が初めての、もうあの俳優人生初よ。初よね。初です。舞台はその、うん、1回やったことあったんだけど、うんうんうん、本当に映像なんてもうカメラ前に立つって。 CM はあったんだけど、ちゃんとしたこうセリフがあっての芝居は初めてですよ。楽しみですね。すごいよ、一番は。まだあれだもん、みんながこう、まだね。そうだね、まだ探り探りの、ね、探り探りの。だけど、もう関係性ができてる状態で、うん、まあ、特にランと俺はできてるし、うんうんうん、そうだよね。スクラッチの社員として。ジャンよりも前にも出会って、そうそうそう、一緒にやってきたわけだもんね。楽しいです。楽しみです。はい、というわけで、はい、まあ、権利関係の問題で僕らはイヤホンで。はい。それじゃあいきますよ、皆さん。はい。3、2、1、再生。始まった。始まりました。始まった。ちょうちょ、まずここね、ちゃんが叫んだろ。ちゃんが叫ぶところ、パンダがいっぱい出てくる。はい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 。もうこれオンエア見た時に、うん、鳥肌立った。もう第1話、もう俺の家族も全員見てるしうんうん、うん、うわ本当にテレビで始まったみたいな。そこまで実感ないわけよ。まあ、そうだよね。ないないない。そうだよね。かわいいね、ちゃん。かわいい。パンダすごいな、うん、こんないたっけパンダの群れやん。これがジャンの家族でしょ。そう。ゾワゾワ。まだあれだね、ヒーローじゃないから、うん、こうなるとゾワゾワだってこう顔が変わったじゃん。そうだね。この時はもうなんだろうっていう感じ、うんうんうん、すごいよな。裸で、ほら息白いじゃん。寒いんだ。むちゃくちゃ寒いのよこれ。上裸だよ。そう、これやばいってなったんだよ確か。そうだそうだ。やば。ズッキーはもうさあ、この時ね、うん、オープニングを初めて見た時、うん、オンエアでマジで鳥肌。やばいよね。やばい。俺のね、おかん泣いたって言ってたもんマジで。いやだって特にかっこいいじゃん。かっこいいのよ、劇団じゃん。これが自分たちこのオープニングに出るわけでしょ。そう、めちゃくちゃかっこいいよね、劇団じゃんのオープニング。歌もかっこいいし、K グラントさんのこの冒頭のナレーションね、マジ渋いんだよ。やばい。アクションやばくない？やばいよね。これ海外で撮ってる。海外で。これはね、海外で撮ってんだよね。坂本監督がね、これ撮ってんだよね。この劇レンジャーって言った時にもうブワーみたいな。やばいね。本当俺映んのかなみたいな来たよ、
来るよ。ジャンが来て、今ランちゃん、ランちゃんが来て、来るよ来るよ来るよ、リキブルーが来た。構えがこう、いいね、こうだからね。最初まだね、定まってないからこう、特殊な。そう、お、メレリカちゃん、ゆかちゃんとかやっぱいいよね、表情もう、なんか皆さんやっぱ慣れてるよね。お上手ですよ。上手。荒木くんもめちゃくちゃかっこいいもんな、これマントバッて脱ぎ捨てて背中ね。いいね、この歌好きなんだよな、オープニングめっちゃいいよね。よく歌ったよな、むちゃくちゃ歌ってる、ね、未だに一番高いとこ出ないの。高いんだよね、これ。うわぁ、いいね。あ、じゃあね、こう好き。やっぱアクションがね、激しいよね、すごい劇レンジャー、うん、結構さ、ファンの人たちも言うけど、うん、アクションがやっぱいいっていうね、劇レンジャー。いや、そうだよね、うん、それでだって前、あのソウちゃんの個展でカン、何、うん、なんかカンフーかなんか始めたって人いたじゃん。ああ、そうだよね。そう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 。リンシー、リンシー怖いよな、リンシー。いや、怖いよ、うん、和江さんだ。さんだ。いきなりアクションなんだ。すごいね。しかもワイヤーアクションじゃない。うん、レオパルド剣。すげえ、いきなり。すごい。めちゃくちゃうまいし。すごいよな。かっこいいよな。すげえ。いいね。うわい。すごい、いや、すげえな、全中したぞ。なあ一撃、待って、こんな生身で臨死倒せるの俺らより全然強いじゃん、ね、あ、じゃあここでジャンと出会うんだ。寒いんだよ、これ。いや、やばいね。虎の子、うん、パンダの子ではないんだな。パ、あ、そうだね、確かに。めちゃくちゃ不意打ちだな、今の。な、あ、もうモチーフのカマキリ出てんだね、ここに。確かに、今のもすげえけどな、すげえ高いところから飛び降りてるもん。めちゃくちゃだよな。いや、怖いよ、今の。普通にやってるけどさ、うん、えげつないこと言ってるよ。さ、マキリカだっけ。マキリカだね、うん、最初の。これやっぱモチーフの動物の名前をもじってんだよね、全部、ね、うん、ここにこうカマキリついてたの知らなかった。俺も知らなかった、うん、全キャラクターっていうかついてんのかな、うん、他のやつも。そうだよね。なんか途中からさ、この臨死形態じゃなくなったよね、うんうん、最初から出てくるのが。うわー、あ、スースケース、あ、え、なんだっけこれ、剣魔の腕は知らんって言って今こんなんやったっけ最初、うん、うわうわ、この剣魔の腕輪が欲しいんだね、うん、剣魔の腕輪で合ってるじゃないいやいや、すげえな、めちゃくちゃ強いじゃん。強いよ。あ、剣魔の腕輪って言った今。正解。何なんだっけこれ、何これ、あってどうなんの。楽しみましょう。あ、リオだな。ちょっとあまりネタバレになることは入っちゃダメ、ね、かわいいねこの子、うん、リオだわ。もう分かるよネタバレとかじゃないこれはリオだわ、うん、これがリオじゃなかったら誰なんてこの時何歳、荒木くん。23。若っ。若いよ。ゆかちゃんも20です。シャーって言って今シャー。
アフレコだもんな。そうだよ ね, ねそう僕らの頃これも変身後だけじゃなくて全身オールアフレコだったんで。そうなんだよね。だから口の動きとか読んで当てんだよね。そう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 。だから後ろ向いてる時めっちゃ楽なんだよ。めっちゃ楽。そのねタイミングだけで合わせればいいけど、うんうん、こんなリンシーいた？すげえな。どこなんだろうね。あ、これセットか。いやでもロケ行ったよ。この表みたいなとこ。ああだよね。いや こんな怖いお寺あるわけないよね。おつけた。おつけちゃった。そうだよね。リオずっとつけてるよね。うん、これに研磨が入っとんのか。もうなんかリオだもんな1話からマジで。いやすげえよな。ずっとブレないよね。ね、美しいよな。綺麗。かっけえ。かっこいいよね。リオかっこいい。おこれもしかして出会うんじゃない？出会うよ。ずっと裸だもんな、ズッキー。かわいそうだよね、もう。あのスクラッチ。スポーツメーカーだよね。スポーツブランドです。スポーツブランド。あれ、列のブルーじゃん。え、何？海パン？違う、運動用のやつ。大会社じゃない？もう、上場企業です。上場してんの？上場してます。強いんだね、じゃあ。丈夫だね。骨折もしてない。うん、かわいいなぁ、じゃん。あ、来たー！出た！やってるよ！やってるよ、おぉ。もう初アフレコだからね、これ。あ、ここが？もうそう。ジャガーケンって初めて言うよ。ちょっとこの後言って。劇中！ジャガーケン！声変わってないね。いやちょっとねまだフレッシュさがあったよ。こっちの方が。そんなことねえだろ。なんか若くて可愛い感じしたよ。本当？これ劇ビーストだっけ。うん、そう。すげえな。仕上がるね。やば。来るよ。変身解除。俺最初のセリフ不審者なんだ。激レンジャー今の驚き方とかさ、こことかさ、どうこれ、これもう不安でしょうがないの、こんなうわ、シャフ、シャフ、マサシャフ、しっかり目開くんだよな。かわいい、かわいい、かわいいとかわいいが、ね、このさ CM の明けのやつあんじゃん、うん、俺ら出てないんだよね確か、うん、それはもう、あ、ラーメン食ってんだね。やっぱ激レンジャーいつも食べてるイメージ、うん、確かにラーメン食べてたもん俺この時。俺この時味してないからね、俺も緊張で口の中カラッカラだから汁飲むよ。汁飲むとかないからと伊藤和恵さんが目の前にいるっていう緊張するわな。大女優さんだテレビで見たことあるこの人。そうだよね。なんかさ、俺らあのさ、トラ、ジャガーとかさ、うん、あの俺、なんだっけ、チーターか、うん、なんかゾウとかいたじゃん、今のエレファント、うん、なんかさ、違うキャラだったらどんな技だったんだろうと思う。
俺ジャガーだけど。そうだよ、ね、てか3人猫科なんだよね。猫科ゾウとかパワータイプじゃない。パワータイプとかね、うん、でも海外版はいるらしいよ。あ、そうなんだ、うん、うわ覚えてるわこの初日スクラッチ。なんかもう全部がもう、もう初めてよ。初めてのスクラッチ、うん、そうだよ。もうすごいなと思った、セット見た時。いやそうだよね、うん、なんかちゃんとした建物になってるよね。建物になってる。あ、臨終点。いやすげえな、もう見ちゃうもんな、リオ。うん、じゃあ初めてのジャンゴがゾワゾワなんだ。そうだね、ゾワゾワだ最初。しゃべったこい怖くないんだってついに実践の日がって、もうついに初日がっていう、もう一番思いこもってると思う。そうだよね。おお、もう俺としてはレスとしてはあれよ、うん、こいつが劇レンジャーになるだとっていう。そうだね、ずっともう修行積んできたわけだもんね。列はもう見て、列もうすごい不満そうな、うんうん、ほらもう否定的ですよ。レッツは基本もう最初は、ね、否定してくるよね最初、うん、否定しながら相手を見てるわけよ、レッツは。うーん、どんな否定された後に逃げるやつとかさ、こう叩いた時にこう出てくる本性をレッツは見てるわけです。そんな考えてた？相手のセリフすら聞こえてないと思う。もう衣装も用意されてる。そうレッツさ、なんか決め台詞じゃないけどさレッツのセリフだよね、ふざけるなって。今のふざけるなとか走ってる感ゼロじゃなかった？ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな、よく言ってよ。俺言ってたよね。やっぱみんなそれぞれのワードあるんだね。竹内さんじゃん。竹内さん、さっき清家さん見てたもん。そう、あとさ、この初めてこう何敵と対峙した時の迫力、うん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 、こんなすごいんだと思った。いや、やばいよね、マジで。テレビでしか見たことないじゃん、こういう何こう相手が本性を表した、うん、センターの時ね、うん、センもう目の前にしたらマジもう勝てないでしょと思った。完全な怪人だもんな。初めての変身、これ初めてだ。あ、もうここの時合わなかったんだよな全然合わなくてさ、何回も撮ったよこれ。いや初めてだったな、うん、そうだよね。そうそう、もう超感動これ見た時。すっげえみたいな。だって自分が変身してんだもんね、うん、まさか自分の人生でヒーローに変身することになると思ってない。いやそうだよね、初めての名乗り来るよ。いいね声高いね、やっぱり、ね、高いね、やっぱり、うん、てんだよな、これ見てた。すごかった、すごい。やっぱ劇レンジャーのアクションってすごいよな。いやすごい。やっぱジャックさんたちもなんか最初テンション上がったって聞いたよ。あ、そうなんだ。カンフーモチーフっていうので、うん、めちゃくちゃアクションできんじゃんってんで。めっちゃ強いじゃん、劇チーターこれ。最強
ジャガー剣っていうかね。すごいよな、回転系多いよね、激ブルは。技だからさ。うん。これこれこれめっちゃかっこいいじゃん。かっこいいよ。こう相手をいなして。見た。やばいよな。足で槍巻き込んだよ。マジや。点々弾。早い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 。やっぱこの激ビーストも回転するんだね。聞いた今。なんて言ったの？びっくりした今。なんて言ったの？倒すじゃん。うん、I made it。そんなこと言ってたんだ俺。最初で最後じゃないこれ。やっぱ英語キャラなんだね。うん、今じゃあ変身できなかったんだ。できなかった。いや怖いよなこんな待ち壊されて。あっこの子さ、うん、大橋のぞみちゃんでしょ。うん、ポニョの。えマジ。え知らんかった俺。マジ、逆にマジ。そうなの。いや多分そうだよ。確かに顔がそうだった。あ本当だ、うん、俺らの誰よりも売れた子ね。うん、この時はね、全然そのように思ってなかったね。まだ子供じゃん。うん、あ本当だ。いやそうだよ。でもジャンが言ってたけど、もうこの子はすでに女優だったっつうと。そう。もう泣きじゃくってんじゃん。うん、うわあみたいな、助けてみたいなんだけど、あのカとか勝った瞬間、スンってなって。マジ？もう。あ本当可愛い。本当に演技のプロだって言ってた。俺よりプロだ。かわいそう、かわいそう、かわいそう。なんでこんなことすんの。行けブルー。あ、来たよ。ちょっとブルーの番じゃないみたいで。やっぱこういうね、ピンチが、うん、変身につながると。ヒーローですから。ヒーローだね。はぁなんだねやっぱ変身ね、うんうんうん、後半だとさ、たぎれ獣の力ってやってるじゃん。そうだよね、うん、すげえなー。すごいよ。かっこいいよね、うん、これだからさ、この変身のスーツはさ、うん、スクラッチ社が作った科学のものってことでしょ。そう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 。すごいよな、むちゃくちゃ強いもん。ありえない。ジャンっぽいよな、戦い方がやっぱね。そうだね。やばくね今のとか。すごいよ、うん、後ろにこう、なんていうのね、羽置きのさ、うんうんうん、ジャンプして後ろに。おお。やられてもかっこいい。やられてもかっこいい。すごいよな。いや、やばくない？やばいよ。蹴って、爆注してるよ。ね、やっぱ野生味があるね。野生味がある。あ、気づいたりよが。うんうん。めちゃくちゃすごいね。ジャンはもう感覚で技を使えてるってことでしょ。そう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 。もう列からしたらもう、うん、ね、技を極めてる列からしたらもう。そうだよな。ふざけるなと。出た出たね。そうですよ。ほらほら来た、すぐ来たでしょ。もう言いたいことあんのよ。なんか言いたいんだ。もう自分がやってきたことがもうなんかもう何だったんだっていう思いもあると思う。なるほどね。別からした。これずるいよね。
なんで怪人ってでかくなるんだろうな、ね、これズボンもう無理やねやばいやばいやばい、おシャフフ、マサシャフ一番強いやん、もう巨大化できたっけ、ね、え、ここで終わりなんだ、え、一応ここで終わり、やば、そうなの、そうなんだ、引っ張るね、なんか一話完結じゃないんだね、ね、なんだ、そうなんだ、このなんか終わった後のちょっとしたスクラッチの CM みたいなやつ、うん、好きなんだよね、うん、エンディング、エンディングも出たかったな、これどうだったかな、台場の方だった気がする、あ、これも本当にこの場所行ってんだ、行ってる、これ、うん、ここはあれだけど、うん、基本的に撮ってるよ、ダンスの練習もしたしね、3人で、そうだよね、なんかジャッシー、そうだよね、俺スカイシアターとかでしか踊ってないもんこれ、うん、タオじゃもういクールだね列今のも何回も撮り直してると思うよ決めてお予告ほらこれも列の会ってことこれ列の会というかまあランちゃんは中立じゃんやっぱ、うんうんうん、そうそうはい、ちゃんと見たねあちゃんと見たこんなあっという間いや早いね、まあ、やっぱ30分番組で CM もあるから、うんまあ、賞味24分か短いやそりゃ1話では終わらんわないや終わらんなすごいないやなんかいろいろやっぱ思い出すね見るとこの時にもう始まったもん、うん、全部が本当にその何役者も引退しちゃったけど、うんうんうん、もう本当に劇レンジャーに向かってなかっ入れなかったら、うん全然違う人生だったろうし。いやそうだよね。本当これがスタートだった。いや。いやいいね。いや。というわけで見終わりましたね。終わりましたね。これやっぱさ僕は1話出てないから、うん、全部が新鮮なわけよ、うん。その場でも見てないし。出てた当時のまあ万平くんのお話とか面白いねやっぱり。いやね、そう本当にだって何も分からなかったし、うん、何アクションもやったこともないし、うん、芝居もしたこともないしカメラ前にほぼ立ったこともないような男がもうやってるわけ出とるわけだもん出とるわけよしかも列ってすごいこうクールねいや列難しいと思うよ難かったよねもうちょっと列自信ないもんない俺でも剣とか無理絶対お前でも列いけそうじゃないちょっとやってみよういや無理よ剣ど剣って何え剣って なんだっけどんな一番近くで見てきたじゃん剣をなんだっけニンニクの香り待ってニンニクの香りって何すっごいお前ニンニク臭かったじゃんチャーチューそれはうわーってラーちゃんってすごいニンニク臭がもうねニンニクのなんか飲んでたじゃんやっぱ朝早いからニンニクのカプセルを飲んでこう元気つけたの、ね、すごかったよねあれもうだからその話いるいるでしょいないやろお前の剣はそのイメージを待って剣は剣のイメージがそれなの剣のイメージそれですよもっとあるだろうメンチカツとかオスとかでもメンチカツよりお前ニンニクカプセルよ剣は俺からしたらそれ俺ねお前かだからもう剣んあ、列、うん、ふざけるなファンタスティックテクニックキブルー剣やってよ何剣どういう感じ
ケンの親友じゃん。いや何それ。そんなことやったことあった。オラオラオラじゃないの。やったそれやった。お前でも書いてる。どうしてだよ。なあ。じゃない。それさ、お前あのお見合いの回好きだよね。あのシーンしか覚えてないよ。そう、あの、まあ、初見の方もいるかもしれないんですけど、あのしばらく見ていただくと、ちょっと誰かのお見合いの回がありまして、うん、でそこでね、でもケンのセリフがもうすごいなんか芝居がそこしかない。お前なんだっけ、あ、オスか。いや、オスオスオス。そんなんじゃないじゃん。そんなんでしょ。オス。いや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 、列入ってるよ。列のオスだよ。俺の名前はケン。いや、よろしくな列。キャラかぶせんな本当。あーなんか早くこの登場会もやりたいな。そうちゃんのね。うん、うん、確かに。そこで東映さんの YouTube 1話は多分ずっと見れるんですけど、うん、こう2話3話4話はだんだん消えてっちゃうと思うんですよね、うん、1週間ごととかに、ね、だからちょっと皆さんなるべく早くリアルタイム、うん、まあ、配信してるうちに見ていただけたらと思います、はい、というわけで、はい、今後もこういう企画やっていきたいと思います。行きましょう。皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ファンタスティックテクニック。おうっす。嘘でしょ。なんで。言わせないよ。バイバーイ。バイバーイ。